乞うご期待。律令がごとく。相手よ、ここへ。占領一室か。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。総理、世を注がアドリブでコラボスタート。飲め。おらおら、ドリームカムトゥルー。おらおら、陛下に慈悲なし。追いつく。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。戦とは木のごとし、曲ごとに別の姿を見せる。ドリームカムトゥルー、コラボスタート。おらおら、泣いてよ、ここへ。タッチ、キル。アドリブで。おらおら、陛下に慈悲なし。さまつな傷だ。総理、世を注が。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。着いたわよ。まさかロビン。
ロビンさんは自らの意志でエナの夢から目覚めたんだ。そして強い彼女は諦めることなく歌い続けることで私たちをここまで導いてくれた。私が目覚めた理由はあなたたちと同じよ。夢の中で現実では絶対に起こり得ないことを経験したの。本当にひな鳥を鳥かごに入れるの？その子には自由に空を飛んでほしいのに。このひな鳥はまだ弱い。僕たちがお世話してあげないと、きっと生きられないと思う。君はひなが死ぬのを見たいのかい？そういうわけじゃないけど、でも…じゃあ、このひなが空に戻れるようになるまで、一緒にお世話してあげよう。鳥は空を飛びたいからこそ、翼を持って生まれてくるんだ。たとえ、いつか地面に落ちることになるとしても、鳥かごに閉じ込めるのは良くない。鳥は生まれた時から空のものだからね。僕たちもヒナを空に戻してあげないと。そう思わない？その幻覚は甘すぎて、ただの夢であるとはっきりと気づかせてくれたわ。これは私たちの最後の希望でもある。エナの夢はハルモニア聖歌隊、童顔の化身によって成り立っていて、ピノコニーのすべての生命の願いが一つになった時にだけ現れるの。今、それは人々の夢の中で眠りたいという願望によってとても強固になっているわ。破壊するためには、ピノコニーの全員に夢から目覚めたいと思わせる必要がある。問題はどうやるかよね。もう諦めるの？残念だけど、人間の意識は常に現実を求めるものなの。無教のほころびに気づいてしまった以上、もう後戻りはできないわ。人間が抱く美しい幻想への憧れはほとんど執着に近く、その真理は無意識のうちに残酷な真実に抵抗するのよ。私だってわざわざ彼が完全に無防備になるよう準備を整えて、彼自身に真実を明らかにさせることでようやく目覚めさせることができたんだから。でもピノコニーのすべての人となると、それほどの規模の人たちに同じ意志を持たせるなんて、とんでもなく難しいことでしょうね。ああ、この計画はアイオンを復活させるのと同じくらい難しいかもしれない。だが、それでも黙って見ているわけにはいかない。これは宇宙の存亡に関わる危機なんだぞ。数字なんかにこだわってる場合か？ブラックスワンのおかげだ。大したことはしてないわ。ピノコニーにいるメモキーパーたちに感謝するのね。あなたの三人の仲間もそれぞれの夢から目覚めたはずよ。これは計画の第一歩だ。ガーデン・オブ・リコレクションの助けを借りて、あなたたちのように強い人々が徐々に夢から目覚める。目覚めた自由意志はエナの夢を揺さぶる不協和音になるだろう。だがこれほど大きな無教を前に、数十人では数が少なすぎる。短時間で数十万、
数百万単位の自由意志を目覚めさせるために他の方法を考える必要があるな。内部からの突破が難しいなら外部に助けを求めればいい。奥室に満ちた聖景であるアスデナには共感覚無境という不思議な現象がある。それは初めてここを訪れた時、ほとんどの人は別の誰かの思考の中に現れ同じ夢を共有するというものだ。そして今この瞬間、アスデナ星系には一つの夢しか存在しない。つまり大勢の星間旅行者がアスデナ星系に跳躍してくれば、彼らの自由意志がこの夢に混ざり、その基盤を揺るがすことができるということか。でも呼び寄せた人たちが美しい夢に落ちて、かえって秩序の土台となってしまう可能性もあるわ。本当に難しいのは、あなたたちのような強い意志を持った人たちをどうやって短時間で集めるかということね。どうやら決明玉鳥を使うしかなさそうだな。いや、その必要はねえよ。先週同盟を動かすまでもね、一生に一度しか使えねえ宝物は大事に取っておけ。数千数万の自由意志？んなもん巡回レンジャーに任せろ。まさか巡回レンジャーを集められるのか？へっ、外の連中は巡回レンジャーは神出鬼没で互いに連絡も取り合ってねえと思ってる。実際はまあその通りだが、だからこそある暗黙のルールがあるんだ。ヨミ、これが何だかわかるか？私が返した異物だな。ああ、これの持ち主はあんたに教えたはずだ。こいつは巡回レンジャー以外には何の価値もねえ。本来の持ち主んとこに戻って初めて力を発揮するってな。なぜならこれは副葬品で、巡回レンジャーのために輝かしい閃光をあげた英雄しか持つ資格がないからだ。こいつの光が宇宙に現れたなら、それは巨星の墜落を意味する。そしてその方角では無数の流星が空を切り裂く。それは集結する巡回レンジャーの火花だ。奴らは銀河の各地から駆けつける。理由を問わず、対価も問わず、ただ俺ら共通のラインを守るためだけに。巡守の姿勢は一番長い夜にしか落ちねえ。そんでその後には黎明が訪れる。俺らは長いこと沈黙してた。宇宙の臆病者、ダニ、圧政者ともに巡回レンジャーの名を思い出させる時が来たんだ。俺が最初の一撃をぶちかましてやるぜ。無境が揺らいだら計画の第二段階は私に任せてちょうだい。調和の歌声で深い眠りについている人たちを調律して、開拓の不協和音を彼らの心に伝える。そして現実への方向を示すわ。人間には強い人と弱い人がいるけれど、開拓が英雄の使命であるなら、調和の責任は強きをもって弱きを助けること。ピノコニーの救世主はピノコニーの人々自身でなければならないの。それぞれの幸せも道も彼ら自身の手で切り開くべきよ。私は七死人ではないけれど、必要とするすべての人に空へ飛び立つ勇気を伝えたい。もちろんその中には兄様も含まれてるわ。エナの夢は兄様にとっても全ての人にとってもあまりにも残酷だもの。綿密な計画のように聞こえるけど、少し理想を語っているだけのような感じもするわね。人間の弱さは一朝一夕で克服できるものじゃないわ。そうした努力だけで本当に全ての人の気持ちを変えることができるのかしら。そうだな。
だから計画で一番大事なのは、全ての人の気持ちを変えることではなく、全ての人に自己救済を選ばせることだ。つまり最後はやっぱりあなたの出番ってわけね。ハルモニア聖火隊の力は司令と変わらないから、結局は対等な力で立ち向かう必要がある。美しい夢を覆す最後の段階は私がやろう。そう言ってもらえると本当に心強いわ。役割分担が決まったんなら、それぞれの戦場に向かおうぜ。さあ、大仕事の始まりだ。少し二人で話せるか。もう一つ説明しておかなければならないことがあるんだ。この盛大な宴はもうすぐ終わる。ここは最後の舞台への出発点であり、かつてはピノコニーの全ての物語の出発点でもあった。ああ、彼女が最初に死の向こう側に別の世界があることに気づき、その情報を私たちに伝えてくれた。あなたは知っておくべきだ。果てしない夢の中で、私があなたたちと状況を打破する鍵を見つけられたのは、すべてある人物の献身と努力のおかげだということ。その人物こそ、蛍だ。夢から目覚めた彼女は、星の海で列車を見つけ、秩序の残党に関する情報を教えてくれた。それには脚本の助けもあったのかもしれないが、その代償は、あなたも知っての通り、密航者である蛍は私たちとは異なる方法で無境に入った。ホテルのドリームマシーンやファミリーの助けもない。彼女が夢から目覚める唯一の方法は、本当の死だけだったんだ。どうか彼女の意志を無駄にしないでほしい。これは私たちが全てに勝たなければならないということではなく、私たちの決意があの勇敢な少女に恥じないものでなければならないということだ。それで準備はできたか。わかった。では目を閉じてくれ。動くときは気をつけるんだ。俺がいるから安心しろ。過去は過去というが、この光景を見ると感傷的になってしまうな。もう時間がないな。
俺に開拓の力とやらを見せてくれ。この雨はどれくらい続いている？私の記憶が正しければおそらく数年、数十年、あるいは数百年といったところか。純守の意志は命が尽きても消えることはないが、幸いついに亡者の魂を導くことができた。これでもう生前英雄だった彼らが虚無の傀儡になることはないだろう。見ろ、海面の影はすべて消えた。覚えているか、亡者の無念がすべて晴れれば空も晴れると言ったことだが、雨はまだ止んでいない。そうだ。一体なぜなんだ。この雨はなぜ私を選んだ。それはまだ無念を晴らしていない人がいるからだ。凡人が運命の道を歩むというのは小舟に乗って水面を渡るようなものだ。曲がりくねった跡を残しながら可能性という名の無数の波紋を広げていく。一瞬にして過ぎ去る人間の一生に比べ、こうした波はいつまでも消えることはない。そして中にはその存在の痕跡が強烈すぎて、その一筋の波に自分の影を残してしまう者もいる。決罪令、運命の後人の執念、それはいくつの影から生まれ、自らを当事者だと思い込む。無意識に個人の生前の行いを繰り返す。それは虚無から生まれ、虚無へと向かい無意味な生涯を。そんな虚しい幻影の一つが、私と一緒に長い日々を過ごしてきた。そうだったのか。私はもう死んでいるのか。そうだ。君は私を見守ってくれているのか。そうかもしれないな。私の役目は黄泉の守り人だから。虚無の深淵への道を守り、その中に落ちたがらない全ての命をこちらの世界に戻れるよう導く。だがそれが死者たちの望む結果だとしたら、それでも君は変えたいと思うのか。わからない。ただかつてある人がこう言っていた。いつか自分がこの世を去る時が来たら、誰かが墓前に花を手向けてくれることを願う。それに意味がなくてもか。たとえ意味がなくても、やらなければならないことはある。似たようなことは私も多く経験してきた。手を出せ、そして目を閉じるがいい。私があなたの願いと共に歩み続け、それを叶えよう。この視界にある最後の無念を晴らすには、そうするしかない。私は
また彼らに会えるのか。ああ、きっと。なぜならそれを教えてくれたのはあなた自身だからだ。あの列車のこと、かつて二人の仲間がいたこと、宙外で終わった開拓のこと、視線をくぐり抜けたこと、巡回レンジャーと出会ったこと、そしてもう二度と戻れない故郷ピノコニーのこと。そうだ、何度もファミリーに門前払いを食らい、通り過ぎることしかできなかった。だが私の仲間がまだそこにいることは分かっている。たった一人で。ミカエル、まだそこにいるのだろうか。この手を取り、ついてきてくれ。そろそろここを離れよう。あなたは長い、とても長い道を行くことになる。辺りには暗闇が広がっているが、恐れることはない。その道の果てには必ず一抹の赤が見えるから。それは存在の色だ。それを追いかければおのずと進むべき道がわかる。そして最後には、あなたたちはきっと太陽の下で再会することもできるだろう。ありがとう。シン、あなたの長い夢を終わらせること。そして目覚めの世界へと導くことを願う。存在の地平線へようこそ。ここは眠る無双者の無数にある姿の一つであると同時に、目覚めた人々が虚無に別れを告げる出口でもある。ここで最後のお別れをしよう。現実と想像の境界線は明確にするようにね。生命は一つの迷宮。記憶以外、私たちには。君の計略が決して露見しませんよ。レナの夢は兄様にとっても全ての人にとってもあまりにも残酷だもの。完璧ではないやしたり。乾杯。招待状の質問を覚えてる？生命体はなぜ眠るのか。そう、生命体はなぜ眠るのか。私たちはまだその答えを見つけられてないが、もうこの夢から目覚めようとしている。あるいはそれが答えなのかもしれないな。ここから出て来た場所へ戻るんだ。そしてピノコニーを夢から目覚めさせよう。言っただろう、私たちの計画は全ての人の気持ちを変えることではなく、彼らに自己救済を選ばせることだと。あなたは、人はどういう時に自己救済を選ぶと思う？答えは、窮地に陥った時だ。深い海で溺れている人のように、人間の体と心は重圧がかかると、苦痛、迷い、絶望が生まれる。だが、私は信じているんだ。
たとえ人間の弱さゆえに彼らが歩みを止めたとしても、本当に前に進めなくなった時、人は必ず自らを救おうとすると。そして今ピノコニーには彼らを導くのに十分な英雄たちがいる。この利己的な本能があるからこそ、無駄な抵抗だと分かっていても人々は全力であがく。馬鹿げていると思うかもしれないが、これも一種の構想なんだ。そしてあなたは人々に道を示してくれ、救世主としてではなく普通の人間の中にいる七死人として。そうすればあなたたちはきっと太陽の下で再会できる。雨が強くなりそうだな。別れる前に最後にいくつか質問させてほしい。これまでの美しい夢の中で、あなたは多くの人々、多くの出来事と固い絆を築いてきた。その絆を自ら断ち切ることに恐怖は感じるか？仮に巨大で現実との区別がつかないほどリアルな無境があったとしよう。そこには別れがなく、誰もが満足感と幸福を得ながら永遠に楽しく生きていくことができる。あなたはその中で暮らしたいと思うか？なら、その美しい夢が壊れ、あらゆるものが消えてしまうとしよう。友人、家族、赤の他人、そして爽やかな風、空を飛ぶ鳥、星々、最後にはあなた自身も。全員、彼らの記憶の中の全員、その笑顔も涙も、果たした約束も果たせなかった約束も、最後には全てが定められた結末に向かっていく。旅立ちの時からその旅の終点を知っていたとして、あなたはそれでも旅を始めるか？そうか、よかった。重要なのは答えではなく、あなたが決断を下したということだ。耳で聞き、手で触り、頭で考えることで感じ取れるものがある。それを大切にして感じることで私たちは存在できる。これは虚無を前にした人間に出せる唯一の答えだ。もし虚無が生命の最も原始的な恐怖であり、どんな崇高な信念もその巨大な影の下では取るに足らないものになるのなら、その影の後ろにはきっと世界で最も激しい光源が存在しているに違いない。全ての命が死に向かって激しく成長するように、私たちは虚無の果てに向かってその最初の光を追いかける。虚無の中にいながら、人々が虚無から離れていくのを見守る。なんと馬鹿げた無意味な使命なのか。だが必ず誰かが果たさなければならないこと。あなたの言う意味についてはそんなものがなくても私は今日までやってきた。君が切り開いた未来が自分のものではなかったとしても。私の未来ではなかったとしても、
きっと他の誰かの未来にはなるだろう。君の過去はどんなに辛いものだったんだろうな。なら私も意味のないことをしてみるとするか。最後に君の名前を教えてくれ。もしかしたら次の瞬間には私の存在が消え、この会話も君の答えも忘れられるかもしれない。だが私は信じている。君の名前は誰かに記憶されるべきだと。この宇宙はきっと君の名前を忘れないだろう。思い出すのが難しいこともあるが、一方で忘れられないこともある。それが記憶というものだ。過去によって作られ、遠い未来に意味を持つ。今でも覚えている。それは私の旅の始まりであり、人生における赤の根源である。全ての嵐の中で最も激しく情熱的なものだった。それが私の名前、ライデン、防戦森、メイ。金色の夢が動き始める。これから訪れる夜、あなたは挫折を味わい、悲劇を目にするだろう。やがて、世界はモノクロになる。そこには、一抹の赤が現れる。すぐに消えてしまう。だが信じてほしい。あなたが決断を下すとき、その赤は、再び現れる。この言葉の意味をよく噛みしめ、目覚めの世界へ帰るといい。俺たちが探している答えはそこにある。騎兵の出番。高校たる異例よ。我が命に従え。ダン！貴様は先輪は権限した。同天隠月。総理。世を注がん。この貴族秩序を負け、弱者は何をもって善とする。
で夢から覚める。内定よ、ここへ。秩序が刻む音が。構わない、俺がリードする。俺たちの歌声を聞け。これが俺たちの旋律だ。コラボスタート。お前からでいい。ビシと同じだ。さあ存分に味わえ。なんだ、まだお仕置きされたい。まだ終わってない。交流や飲め。先人は権限、同天引月総理、世を注がん。鬼殺音が。雷帝よ、ここへ。36の音符をあなたたちに告げ、栄光の合唱に加わり天道に帰りなさい。少し休んどけ、緊張は不要だ。過去があらんこと。天候のあらん潮流以前秩序が刻む音が。俺の出番だ。これが俺たちの旋律だ。コラボスタート。陛下、慈悲なし。騎兵の高校たる異例よ、我が命に従え。ザン邪魔気殺音が。想像しさらつの傷だ。生命は美酒と同じだ。さあ存分に味わえ。
夢と現実の区別がつかなければ、それは偽りとは言えないでしょう。天候の雨、さあ、光竜や飲め。血は殺音か。戦輪は権限した同天陰月。総理、世を注がん。血は殺音か。天候の雨、勝利遺伝。素敵な学章を持って命ず、楽園を再現せよ。秩序の学章の中にもう一つの声が現れた。ピノコニーの最初で最後の不協和音だ。美しい夢に囚われていた人たちが今自由のために目覚め始めた。ロビン、あなたが歌っているんですか。兄様に聞こえているのはみんなの心の声よ。ここは彼らの望む楽園じゃないのです。人々は依然として進むべき方向が分かっています。私は空に輝く唯一の星となり、彼らを導かなければ。その星があるのが永遠に孤独な闇夜だったとしても。これが俺たちの旋律だ。コラボスタート。生命は美酒と同じだ。さあ存分に味わえ。うわ騎兵高校たる異例よ、我が命に従え。ダン邪魔気殺音が夢から覚めるんだ。ほらよく、まだ終わってない。想像し、気を逃してはならない。雷帝よ、ここへ。戦輪は権限、同天陰月。総理、世を注がん。私たちが孤独でなかったなら、なぜ別々の道を歩むことになったのでしょう。最後の交渉はこれで終わりです。全ての想像は終わらない。麦の火に至る哲学の大事、万象を再構築するのです。あなたたちの楽園がより多くの人を救えるのなら、その手で私の進む道を立ってください。死した俺はあなたに敬意。俺たちの歌声を聞け。言語に誓う。7日の聖言をもって何時らに命ず。来そうな感じ、なんかすごいのが来そう。
がリードする。俺の出番だ。見せてあげる。弱者たちの信念をね。あなたが万物を作り出したわけではありません。吹け。人があなたを再現したのです。健康のあらわ。さあ交流飲め。その神の肉体を持って我が楽園の礎となりなさい。私に続け。雷帝よ、ここへ。復讐への渇望に誓います。もうやめて。私たちが約束した楽園は秩序しか選択肢がないわけじゃないわ。本当の幸せは虚無を前にしても屈したりしない。それこそが人間の正しい生き方なの。お前からでいい。生命は美酒と同じだ。さあ存分に味わえ。うわまだ終わってない。言語に誓う。落葉の無限光の勝利を解く。いでよ兵が慈悲なし。お前は高尚な人間だ。過去に縛られるな。騎兵の出番。高々たる異例よ、我が命に従え。ダン俺の出番だ。ほら、よく見せた。なんという冒涜。この力が騒いで。なんという冒涜。先輪は権限し、同点隠滅。総理、世を注がん。なんという冒涜。健康のあらわ。さあ、交流、飲め。いつの日か。夢から覚めるためだ。学歴2158期、紀元元年、ある燃え盛る陰謀が夢の地で世紀の幕開けとともに実行に移されたが、混乱と迷いの中で瞬く間に怪人に帰した。その48システム時間の間に多くのことが起こったと言われている。ある太陽が落ち、ある楽園が崩れ、ある世界の主が変わり、ある体が朽ち果て、あるハゲワシの群れが集まり、ある兄弟が長い別れを迎えた。そしてあるアイオーンが再び眠りについた。
それによって喜ぶ人もいれば、悔しがる人もいる。また、すべてを見届けた人もいた。彼らは宇宙の尺度から見れば取るに足らない存在で、今回、祖は尊厳をもって死んだと言った。銀河は純粋なる夜明けを迎え、激しい嵐が形を成し始めた。すべてを琥珀の王に捧げようという声はますます高まっているが、人々がどれだけ見つめようと、クリフォトに巨大なハンマーを振り下ろさせることができるのは時間だけ。それは永遠に止まることなく繰り返される。今回の星宮列車の物語はひとまず終わりを告げた。しかし時間は前に進み続け、開拓の旅も新たなショーの幕を開けようとしている。お兄ちゃん、お星様もいつか死んじゃうの？どうしたんだい？急にそんなことを聞くなんて。だってあの小鳥の形をした星座が少し暗くなった気がして、あのハートイクルーザ？ああ、あれはハードイーグル座だね。大丈夫、あの星座はまだあそこにあるから。ただピノコニーからだと春と夏が交わる時にしか見えないんだ。でもさっきの質問の答えは、僕は星も人と同じように死ぬと思う。ところでロビン、知ってるかい？どの星の光も今のものじゃないらしいんだ。僕たちが見てる星空はずっと前に星が放った光なんだって。その光は星が死んだ後も数百万光年の旅を続け、数百万年の時をかけて他の世界の夜空を照らしてる。僕たちの楽園にも同じように光る星が一つある。その星が照らす時間は永遠。その名前は幸福だ。違うわ、一つだけのはずない。きっと二つ。空いっぱいの星に決まってる。そうだね。お兄ちゃん、指切りして。わかった、指切りで約束しよう。僕たちの理想はどんなことがあっても変わったりしないって。約束よ。